県は今日付で1585人の職員に知事選後初となる異動を発令しました。これに伴い今朝、特別職に対する辞令交付式があり、佐藤喜一郎知事が渡辺文雄企業局長に辞令を手渡しました。このあと佐藤知事が部長級以上の幹部職員12人に対し、県の安心元気未来創造の実現へ全職場が一丸となって取り組んでほしいと訓示しました。皆さんの活躍を心から期待をしています。新しい変化をしっかりと捉えて的確にその課題に果敢に対応していく、これまでの取り組みを加速させながらチャレンジをしていくという思いで取り組みをしていただければ。人事の発令で人口減少やコロナ禍からの社会経済の回復など重要課題への取り組みが本格的にスタートします。さらには将来を見据えた